こんばんは。前回の続きやっていきます。これがね、全体のマップになってますね。均等になってます。戦力がだいたいこう均等になるように、ここですね、サーバー、これですね、3090とか3000、同じぐらいになってますね。で、今回はその遺跡争奪戦は、青陣営が取るのかな、うんですね。持ち回りなんですよね。次はどこが取るのか、緑か赤がどっちかで、こう順番で回ってきます。これがね、年代記ってやつなんですけど、21で終わりなのかな。これ最後まで行ったら、ここに書いてますね。ワールドは年代記をすべて完了した後、第一シーズンに入る。今ね、ここなんですよ。予備シーズンっていうのもいるんですけど。で、その後、この他のサーバーとのサーバー間戦争が始まります。同盟のね、チャットに書いてあったんです。45日ぐらいあるみたいですね。それからね、コンピューターの、なんかね、白攻めをするみたい。青の、領土の中で、なんかね、また分配があるみたいで、自分たちの同盟がもらえるみたいなんです、都市を。時間があればね、その模様も撮っていこうかなと思います。ガチャを先にしましょうかね。画面左下、ちょっともう今日終わっちゃいました。無料で5回引けるんですけど、普通の召喚ですね。で、画面の右に1と9って書いてあるのは、これですね。高級召喚になってます。10連すると必ず SR か SSR が出ますね。賢者の石っていうのを9個使うと10連できます。ほい。金色が出たら確率上がるけど、うわー、ダメだ。 SR だ、残念。あー、持ってる。しかも使ってない。光か。あ、土なんだ。あ、うん、でも持ってるけど使ってないような気がする。そう、残念。今からね、時空の移動を取りたいんですけど、ちょっとね、ずっとハマってるんですよね。で、育成がね、ちょっと止まってるんで、まずレベル上げるか。レベルは経験値のこの巻物を使って上げることができるんですけど、どうしよう。ここら辺何個使う、これ。あ、自動ではいかないんだ。どれぐらいでかな。レベルは1ずつ上げとこう。最後の地、衣川の太刀。オーディの軍に入りたい。なぜ彼らは私の美しい外見しか見ないの。もうちょっと足りない。 OK、 これで、あとは武器もちょっと上げちゃいましょうかね。オーディの軍に入りたい。これ、画面右から2番目32万ってこの強化石使うんですけど、この武器がちょっと手に入ってないんですよ、まだ SR が。ちょっと前になんか課金で出てたんですけど、 SSR の武器かな、ちょっといくらか忘れたけど、ちょっと買ってないんですよね。あ、え、待って、あ、上限なんだ、30が。あ、そうなの、30までなんだ。最後の地、衣川の地。じゃあ SR のやついるな。そうか、これ厳しいな。外の NPC のレベル21以上から出るんですけど、ちょっとね、それだと結構ダメージが大きいのでやってないんですよね。それやっていかないといけないわ。時空の糸ね、これですね、ちょっとハマってるのが8-6かな。画面右下、最初手動です。このドラゴンのスキルを画面の下の左のこの2つ、残しておきたいんで。ここで次で自動ですね。あ、ダメっぽいな、この感じ。
装備がいりますね、SR。HR ちょっと厳しいですね。くそダメだこれは。ダメージが出てもちょっとレベル21あたりやっていかないと。あーダメだなこれは。くそー、こいつまだ育成ですね。ここは残念。そう、この外の NPC のレベル21からかな、落とすんですよ。あ、ちょっとまだ戻ってきてない舞台が。ちょっとやらせますかね。ちょっとねダメージがね大きいと思うんですけどね。5回結構ダメージ食らうと思います。レベル18とかぐらいだったら300人とか400人ぐらいの戦士だったかな。多分1500ぐらいやられるんじゃないかな。2000とか。あ、1000、あ、まだいいかもね、1000だったら。あとは装備。あ、落としてない。まあ、しばらくはこのレベル21以上の敵倒して、まあ、SR の装備集めですかね。で、また育成になっちゃいますね。来てないか。あ、来てない。これは HR プラスかな、装備としては。これじゃない、残念。途中になりますけど、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。